長い間、無慈悲な鎖につながれていた象の巨体が、慈悲深い救助者によって手枷が解かれ自由になると、感動の涙を流した。その光景はその場にいた全ての人の琴線に触れ、この巨大な生き物がなぜこのような扱いを受けてきたのか不思議でならないとともに、その裏にあるあまり知られていない悲劇的な体験を探ってみたいという欲求に駆られた。野生動物保護センターはこの地域でオスの象が違法に飼育されているという心配な報告を受け、これは明らかにインドの法律違反だが、不適切な私的保護から合法的に解放するための法的手続きが完了するまでには、数ヶ月かかると見られています。ありがたいことに、カーティクサティ・ヤナラヤン氏などの著名人を含む、熱心な支援者たちが積極的に法的手続きを進めています。ベテランの野生動物レスキュー隊員として、カーティクは数えきれないほどの動物たちの救助を目の当たりにしてきたが、今回のミッションは彼にとって前例のない挑戦だった。幸いなことに、この孤独な救助の道を歩んでいるのは彼一人ではない。同じように信頼できるパートナーがいて、彼らは野生動物の救助とは別の重要な取り組みに並行して取り組んでいるからだ。今この瞬間も、象の救出を目的とした車列が、特別仕様のレスキュー車両に先導されながら田舎道を走り、パトカーと林業局の車両3台がそれに続いて目的地に向かっています。22人の勇敢なレスキュー隊は徹底的な安全説明を受け、これから直面する潜在的な脅威を十分に認識していた。強力な抵抗がある可能性も承知の上、同行する警官隊が少人数だったため、状況が手に負えなくなれば撤退するのが唯一の選択肢だった。事前の情報収集によると、象のマギーは赤ん坊の頃に捕獲され、取引され、半世紀を重い鎖につながれたまま過ごしてきた。しかし今夜、野生動物保護団体がマギーの長い苦しみに終止符を打ち、彼女にふさわしい自由な生活を与えることを誓った。現場に到着した救助隊員のカティクは初めてこの監禁場所を間近に見て、遠くから見ているだけでは十分に理解できなかった衝撃と痛みが、現実のものとなり、深いものとなった。彼は突然、ここが単なる施設ではなく、生きている悪夢であり、自由の魂を目覚めさせることが急務であると悟った。目の前にいた広い敷地は反転ができ、色あせて半分崩れたコンクリートの壁に囲まれ、高いフェンスの中には雑草が広がり、遠くからは時折犬の鳴き声が聞こえ、一種の荒廃と離人感が漂っていた。このような環境は象のような厳粛な生き物が必要とする生息環境とはかけ離れています。建物の正面には誰もおらず、中庭の奥にある小屋にかすかな明かりが灯っているだけ。救助隊の一団が行進し、カティクはその後方にいて、一団の先頭には照明と防御のために懐中電灯と武器で武装した二人の警官がいた。カルティクを含む残りのメンバーは丸腰で、医療キットや救急薬、象の餌を持ち、居住を救うことへの深い関心と決意に満ちています。一行がゆっくりと進んでいくと、夜空に突然大きな叫び声が響き渡り、まるで近づいてくる者たちへ警告のようだった。その直後、銃声が静寂を切り裂き、群衆はすぐに身を隠した。カルティックの内面に波紋が広がる中、二人の警官は手信号で巧みに一行を誘導した。ここしばらくの間、作戦の総指揮官である地元警察署のアジャイ署長との間には絶えず軋轢があって、カーティクは毎日のように電話で作戦の進捗状況を尋ね、最初は熱心に尋ねていたのが、次第に頻繁に質問するようになった。辛抱強く応対していたアジャイ署長もついに焦りを見せ、二人の対話は激しい口論へとエスカレートしていく。この瞬間、カティックの内なる不満と懸念が再び湧き上がり、部屋の中の象を救うためには一挙手一投足に慎重さと毅然とした態度が必要だと悟った。夜明けとともに、署長とカーティクの間で、象を救出するための正確な戦略をめぐって火花が散った。アジャイ署長は数日恐らせることを指示するが、カーティクは象が暑さでさらに苦しむことを恐れ、巨大な生き物の苦痛を少しでも和らげようとその案に断固反対します。30分にわたる緊迫した綱引きの間、アジャイは断固として譲らず、カーティクの無礼に対して象の鎖を強制的に外すとまで脅した。結局、交渉の末、チームはより緊急性の高いカーティクの救出計画を採用し、数日早く作戦を開始することにした。チームメンバーは象をすぐに動物病院へ搬送し、専門医の治療を受けさせるため、トラックで待機することになった。救助の準備が全て整ったところで、カーティクは象の運命を案じるアジャイの気持ちが本物ではなく、動物たちの福祉に対する純粋な関心よりも、終結させたいという欲求に駆られているのではないかという思いに圧倒された。この根本的な価値観の違いから、カーティクは今後合意に達するには、多くの努力と妥協が必要だと悟った。努力の末、
警察はカーティクのよく知る容疑者を特定することができた。調査を通じてその男が象乗りであり、観光名所をめぐって象を展示することで金銭を得ていることを突き止めた。万全を期してカーティクは容疑者の逃亡を防ぐため、2日連続で容疑者の家を監視した。警察が逮捕に成功すると、緊急野生動物救援組織のチームが警察に続いて現場に入った。小さな囲いの中央では、頬のマギーが仰向けに横たわり、力なく疲れ切った様子で横たわっていた。この光景を目の当たりにして、おそらく象の飼い主にとって最も恐ろしいのは象を失うことではなく、動物たちの悲惨な状況が警察によって明らかになることなのだとカーティクは痛感した。マギーの体の前面と耳の縁は光沢のあるブロンズ色で、白い斑点が点在しており、それが彼女独特の魅力であったが、今では繊細であったはずの灰色の肌は時の経過によって錆びつき、殺風景な跡で覆われているように見えた。痩せ細って緩んだ皮膚の下には肋骨がくっきりと見え、長期にわたる栄養失調と苦しみを物語っています。何よりも悲惨なのは容赦なく拘束されていることで、手足は重い鉄の鎖で縛られ、足首のあたりの皮膚に深く食い込ませ、衝撃的な傷跡を臨場に残しています。隣の木に固定されたマギーの目には脱出の意思よりも絶望が現れていて、カーティクはためらうことなくマギーに駆け寄り、巨大な足かせを素早く外した。沈黙と服従に慣れてしまった巨大な生き物を注意深く目覚めさせようと試み、その動きの一つ一つに象を自由にしたいという思いが込められていた。質素な小屋の中では怒り狂った飼い主がマギーに近づいてくる救助隊を撃退させようと威嚇の言葉を吠えたが、マギーは頑なにそれを無視し、並外れた冷静さを見せた。カーティクはまず象の右後ろ足を解放し、視線を左に向けると、アジャイ所長がもう片方の足を解放しようと奮闘しているのに驚いた。二人は黙ってうなずき、いつもは口論ばかりしていたにもかかわらず、マギーを助けようという強い意志で結ばれていたのだ。カーティクにとってさらに衝撃的だったのは、マギーと目が合った時に見た信じられない光景で、象の目尻から涙の雫がゆっくりとこぼれ落ちた。この瞬間、カーティクは自分を抑えることができず、涙で目を潤ませた。彼はこの動物が耐えてきた長年の苦しみに心を痛め、これから迎える新しい命に高揚し、様々な感情が入り混じったのを感じ、落ち着くのに数秒かかった。診察の結果、マギーは長い間飢えと疲労に耐え、プラスチックのかけらや観光客が捨てた食べ物の切れ端を食べさせられていたことがわかり、本物の食べ物を口に運ぶと、彼女の体は徐々に元気を取り戻した。その後、マギーは慎重にトラックに乗せられ、スムーズな旅ができるよう適切な量の鎮静剤が投与され、最終的に近隣にある象の保護とリハビリテーションを専門とするセンターに運ばれて、そこで新しい生活を始めることになった。それから数ヶ月、マギーは予想を上回る回復を見せ、驚くべき生命の兆しを見せた。カーティクが面会に戻った時、10年間苦しんできたマギーの体力が回復していることに安堵し、医療チームの世話のもと新鮮な果物やおやつを常備し、マギーは着実に体重を増やして体力を取り戻しただけでなく、顔と耳の傷跡の色も良くなっていた。この虚像にようやく幸せと健康の光が戻り、これからの日々、心を込めて彼を守ってくれる人々のもとで、限りない愛情とケアに浸りながら余生を過ごすことを願っています。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。